はい、皆さんこんばんは、福音喫茶にようこそおいでくださいました。賛美を歌っていきたいと思いますが、小さい頃から教会に来ていた人でこれがどうしても歌いたいという人がいましたので、ちょっとですね、これを歌っていきたいと思います。海と空作られた主ですね。海と空作られた主はあなたと主、私の罪を許す救い主、みんなの主。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。みんなの主。海と空作られた主はあなたの主、私の神、罪を許す救い主、みんなの主。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。みんなの主。帰った時には海に行けなかったんですけど、これは高知県の海なんですね。そこのところで空と海が分かれていますが、それでこれは高知の城下町です。なんかビルが高くなっている感じがしましたけれども、大体そうなんですよね。県内のいろんなところから高知市内に集まってきて、そこにマンションを買って住み、移り住む人がどんどん増えているんですね。東京一極集中みたいなのが各都道府県で起こっているということだと思いますが、はい、そんな中で、パッと見るとなんかですね、なんか都会になったんじゃないかと思ったりします。はい、輝け主の栄光を歌っていきたいと思います。愛の光輝き、闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ、愛の光輝き、暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ、輝け輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみこの地を生かしたまえ。咲いている朝顔なんですけれども、
ちょっと朝早起きするとですね、まだ、シャキンとした状態で咲いていますが、今暑い中ですから、もう8時台になるとね、へなへなへなとしおれかけてしまいますが、花も歌っていきたいと思います。ここに椅子にばばく涙を過ぎるとき、やがて身を結び笑い声に満ちる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを。あおけ天は開き、僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の詩が来られる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを恵みを恵みを。花も花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みを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 。はい、そして朝晩は少し涼しくなっていますが、日中はまだまだ暑くてですね、熱中症の危険がありますが、鹿のようにを歌っていけたらと思います。
が力、あなたこそは我の素岩では、主を仰ぐ我は主を仰ぐ。そしてメッセージの前にもう一曲、地の涙を歌っていきたいと思います。心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた。人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。しかし世界見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿、人の罪をその身に背負い、父よ彼らを許してほしいと。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。
ですね、少し前かな。あ、ありがとうございます。オン・ザ・ロードという名前でですね、旧約聖書の伝道者の書を読み進めています。伝道者の書、今日は9章を1節から最後の18節まで見ていきたいと思いますが、メッセージの単位は神の御手の中でこの地上の人生を生きる。この地上の人生、いろんなことがありますが、でもその神様の御手の中でこの地上の人生を積極的に死ぬ方向ではなくて生きていくということを選び取っていく、そんなことを味わっていけたらと思います。それぞれの聖書を参考にしてください。伝道者の書の9章1節から読みします。誠に私はこの一切を心に留め、このことすべてを調べた。正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にある。彼らの前にあるすべてのものが、それが愛なのか憎しみなのか人にはわからない。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪しき者にも善人にも清い人にも汚れた人にも生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも悪人にも同様で、誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様だ。日の下で行われること全てのうちで最も悪いことは、同じ結末が全ての人に望むのということ。その上、人の子らの心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。しかし人には拠り所がある。生けるもの全てのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子に勝るのだ。生きている者は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らにはもはや何の悪も何の報いもなく、誠に呼びなさいも忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、日の下で行われることすべてにおいて、彼らにはもはや永遠に受ける分はない。さあ、あなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのぶどう酒を飲め。神はすでにあなたの技を喜んでおられる。いつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならない。あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむなよ。彼女はあなたの虚しい日々の間、日の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に日の下でするロークから受けるあなたの分なのだ。あなたの手が成し得ると分かったことはすべて、自分の力でそれを背負う。あなたが行こうとしている読みには、技も道理も知識も知恵もないからだ。私は再び日の下を見た。競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではない。パンは知恵のある人のものではなく、富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではない。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも災いの時が突然彼らを襲うと罠にかかる。私はまた知恵について日の下でこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかの人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、それに対して
大きな土塁を築いた。その町に貧しい一人の知恵のある者が、知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人の言葉は聞かれない。知恵のある者の静かな言葉は、愚かな者の間での支配の叫びよりもよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。セッションの箇所は以上ですが、短くお祈りをしてメッセージを始めていきたいと思います。天のお父様、8月も間もなく終わろうとしていますが、少しだけ涼しくなっているこの夜であります。また台風もできかけているような中にあります。また今日夕方には安倍首相が辞任をなさるという会見をなさった、そのような夕べであります。神様、この日本の国をあなたが続けて導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞふさわしい方があなたに立てられますように。また神様、それぞれの生活、それぞれのすべての営みがあなたによって守り導かれますようにと願います。人知れず誰にも言うことができずに悩み続けている人も増えているかと思います。特にソーシャルディスタンス、社会的な距離をということで、人と人との関わりがどんどんなくなりつつあるかもしれません。どうか神様、あなたがお一人お一人の心の内に直接触れてください。その魂の叫びにあなたが応えてくださいますようにお願いいたします。生きる望みや生きる力を失っている人がいらっしゃるでしょうか。どうか神様が生きる力と生きる希望を与えてください。神様、あなたが光を見させていただけますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。オンザロー、この地上の人生の旅ですね、9回目でありますが、神様の御手の中でこの地上の人生を生きる、そんな題をつけました。いつものように起承転結で4つの部分に分けていますが、順番に見ていきたいと思います。まず木の部分は、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にあるという、そういう素晴らしい響きが記されています。一節、誠に私はこの一切を心に留め、このことすべてを調べた。正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にある。見えざる神の御手と経済の分野でも言われますが、神様の御手の中に私たちの働きもまた存在もあるということが言われております。そして神様はその御手の中で私たちを守り支えていてくださる。一番どん底に落ち込んだとしても、その下に神様の御手があり、私たちの人生を根底から支えてくださっている、そんな神様のお姿を見ることができます。彼らの前にある全てのものが、それが愛なのか憎しみなのか人には分からない。そんな中で2節からのところ、伝道者は非常に悩みます。悩んでその本音を語り始めます。全てのことは全ての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも、汚れた人にも、生贄を塞げる人にも生贄を塞げない人にも来る。善人にも罪人にも同様で、誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様だ。同じ結末が全ての人に訪れる、そのことを伝道者は悩んでいます。そして3節、日の下で行われること全てのうちで最も悪い、一番悪いことは何か。同じ結末、全ての人が死ぬということ、その全ての同じ結末が全ての人に望むということか。彼はこんなふうに結論つけています。その上、人の子らの心が悪に満ち、
生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。しかし希望もあります。4節、しかし人には拠り所がある。生きるもの全てのうちに数えられているものには。人には拠り所が備えられています。特に生けるもの全てのうちに神様の御手の支えがあります。そして伝道者は言うのです。生きている犬は死んだ獅子に、死んだライオンに勝る。死んでしまったらライオンでもどうしようもない。死んだライオンよりは生きている犬の方がまだ勝ると言われています。そして5節、生きている人は自分が死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、誠に呼びなさいも忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、日の下で行われることすべてにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分はない。まあ、死んでしまったらすべてがおしまいと思われるようなことが書かれていきます。一般的な中にあって、この死という現実が全ての人に訪れていくときに、本当にこの人生の儚さ、また虚しさを覚えることであります。しかし伝道者は7節以降で、章の部分でですね、神様からの励ましの中でこんなことを進めていくのです。さあ、あなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲め。神はすでにあなたの技を喜んでおられる。いつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならない。あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。彼女はあなたの虚しい日々の間、日の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に日の下でする労苦から受けるあなたの分なのだ。神様がすでに私たちの技を喜んでおられる。そして神様がこの地上の人生を喜び楽しむことができるように、おいしい食べ物、おいしい飲み物を備えてくださる。また一緒に生きる、そのようなパートナーも備えてくださる。そんなことが言われております。いろいろな虚しいこと、そして耐え難いことが人生にはたくさんありますが、でもその中でも全てが意味のないことではなくて、ちゃんと神様が意味のあることを人生にたくさん備えてくださっている。その一つ一つを喜び楽しむときに、私たちは生きる力や元気を得ることができます。10節、あなたの手が成し得ると分かったことは全て自分の力でするようせよ。これは力を尽くしてという意味であります。あなたが行こうとしている読みには技も道理も知識も知恵もないから、そんなことを語ります。そして天の部分、11節から12節、ここはまさに起承転結の天の部分です。この世のものの見方、価値観が全部逆転するかのような驚くべきことを伝道者は語り始めます。私は再び日の下を見た。この地上の人生を生きている一人一人の人生を見ます。そしてこのようなことを語り始めるのです。競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではない。パンは知恵のある人のものではなく、富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではない。すべての人が時と機会に出会うからだと語ります。レースをする車の前に、競争は足の速い人のものではないと書かれているイメージがあります。大体競争は足の速い人のものだと思うわけなんですけども、そうじゃないと伝道者は結論つけています。速さが全てではない。そして戦い、それも腕っぷしの強い
勇士のものではないと言われます。実は弱い者こそ戦いに勝利することがある、その方法が多い、そんなことも思います。そしてパンは知恵のある人のものではない、富は悟りのある人のものでもなく、愛子は知識のある人のものではないと、この世の価値観を全部ひっくり返したようなことを伝道者は語り続けます。よくよく考えると、神様にあって主の御手の中にあって、そのようなことが聖書に、旧約聖書にも新約聖書にも書かれていることを私たちは発見できるでしょう。イエス様も山の上でおっしゃいました。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものですから。悲しむものは幸いです、義に植え替えているものは幸いです。いろいろな意味で人生の勝ち組だと思っている人が負け組になる、人生の負け組だと思っている人が勝ち組になる、そんな大逆転が起こり得る、それが神ありの人生であります。弱さが強さに変えられていく、弱いからこそ神様に祈り、寄りすがり、神様に身を避けることができる、そして神様の力によって人生を勝利していくことができる。全ての人が時と機会に出会うと言われます。自分はどうして足が遅いのかとかですね、自分はどうして力がないのかとかですね、自分はどうして頭が良くないのかとか、自分はどうしてといろいろとこうないものを数え上げてしまうのが私たちかもしれませんが、しかし改めて聖書は語ります。あなたがなくてマイナスだと思っていることは、実は人生においてとてもプラスになることがあり得ますよというのです。しかし人は自分の時を知らないとも言われます。悪い闇にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らも災いの時が突然彼らを襲うと罠にかかる。想定外のことが人生には起こります。まさかの坂が起こります。その時に計画通りに進まなくなる、こんなはずじゃなかったということで途方に暮れることも多々ある。そんな形で人生は神の御手の中で私たちの思い通りにはならないことがほとんどなのでありました。だからこそ競争は足の速い人のものではない、戦いは勇士のものではない、パンは知恵のある人のものではない、富は悟りのある人のものではない、愛子は知識のある人のものではないと聖書は言っています。しかし伝道者はいろいろと見ない方が良かった、知らない方が良かったということも、長く生きているからでしょうか、いろんな形で経験していくわけなんです。こんなこともあるんだなということで、私にとって大きなことが起こったということを13節以降で伝道者は語り始めます。私はまた知恵について日の下でこのようなことを見た、それは私にとって大きなこと、とても大きなことであった、忘れられない、こんなことが起こるんですかということが起こるんです。わずかの人々が住む小さな町がありました。そこに大王が攻めてきて包囲し、ルイを築いたというのです。囲まれてしまって兵糧攻めのような状況になりつつありました。しかしその町に貧しい一人の知恵のある人がいたというのです。そしてその人が自分の知恵を用いてその町を救ったというのです。すごいことだと思います。ところがその後に悲しいストーリーがあるわけですね。しかし誰もその貧しい人を記憶に留めなかった。ああ、なんということでしょうか。人生というのはそのようなことが往々にして起こりがちだというのです。私は言う、知恵は力に勝る、しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、その人のことは言葉は聞かれない。しかし伝道者は持ち込みながらもなおも、こんな人生ってもう早く死んだ方が勝ちじゃないの、早く死んだ方が楽になれるんじゃないのという、その死にたいということへの誘いが、誘惑がある中で、伝道者は足をしっかりと踏ん張って、そしていや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 、こういうことがあるじゃないのということで、17節18節が最後に語られています。知恵のある者の静かな言葉は、愚かな者の間での支配者の叫びよりもよく聞かれる。知恵は力に勝るのだということを改めて強調します。そして
知恵は武器に勝る。一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。ということを結論付けて9章は終わっていきます。この9章ですね、何を結論付けることができるんでしょうか。いろいろとですね、こう悩みますね。こんな大変なことがあって、でもこんないいこともある、でもやっぱりこんな大変なこともあって、こんないいこともある。もうそれが3回ぐらい続いてるんですよ。神様がこの地上の人生を愛されたことを知る者は、神の御手の中で生きる力と希望、永遠の命が与えられるという、まあ、新約聖書的な結論を今日つけてみました。神様は死にゆく儚い私たちを愛しておられます。この地上の儚い、虚しい、そして全ての人が死で終わってしまうこの人生を神様は愛されています。それがこの聖書の語る神ではないでしょうか。もちろん死は神に背いた人間のその当然の報いであります。旧約聖書的には、あるいは新約聖書的にも、罪から来る報酬は死、あるいは罪から来る神様の怒りとして死ぬということが人に訪れたということが一貫して聖書に記録されています。しかしそんな儚い死にゆく自業自得だと言われても、身から出た錆だと言われても、どうしようもない、偶の根も出ない、言い訳できない、そんな私たちに神様はとっても良いことをしてくださっています。新約聖書のマタイの福音書5章あたりからですね、山上の説教といわれる山の上のメッセージがありますけれども、神様はすごい懐の大きな方だということを語っています。例えばマタイの5章の43節から48節あたりを読みます。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。イエス様が直接おっしゃっていることです。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるためです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなたに何の報いがあるでしょうか。受税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。伝道者の書のソロモンという人物はですね、全ての人が死んでしまうんじゃないか、同じ結末になるんじゃないかと嘆いておりましたが、イエス様は別の視点で、天の父なる神様は全ての人に太陽を昇らせ、雨を降らせていてくださる、それほど憐れみ深い、敵を祝福し、敵を許し、敵に良くしてくださる、そのような方だということを教えています。ご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせてくださる、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる、それほど神という方は懐の広い、罪人を愛し、また許してくださる、祝福してくださる方だと言われています。そして極めつけはこのヨハネの福音書3章16節でしょう。聖書のダイヤモンドと言われていますが、神様は、天の父なる神様は、実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどによう愛されたとあります。この儚い、この虚しい、死に至るこの地上の人生を、その世を、この世を愛してくださったと、はっきり聖書は語っています。あまりにもこの儚い世を愛してくださったゆえに、一人子をお与えになりました。愛する一人子イエス様です。どんなふうに与えてくださったのか、その一人子を生身の人間と同じ肉体を持った人間として、赤ちゃんとして生まれさせて、この地上の儚い人生を歩ませてくださったほどにということです。なんと神ご自身が人となられて、そして死に至るこの地上の儚い人生を、虚しい人生を、正直者がバカを見るかのような、本当に
ずる賢い者だけがのし上がっていくような、そういうこの世を愛してくださったんです。罪人を、悪人を愛してくださったんです。ですからイエス様はおっしゃいました。私は正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招いて救うために来たのだと。医者を必要とするのは病人です。でも私は病人をお世話するために、病人を救うために、病人を癒すために来たとイエス様はおっしゃったわけです。そしてイエスキリストが私たちのために十字架へと向かわれた。身代わりに罪の罰を全部受けてくださり、神の呪いを受けてくださり、そして罰を全部受けてくださって神に見捨てられた。しかしキリストが3日目によみがえられて、その御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく、死が終わり、死んだら全てがおしまいということではなくて、死の向こう側でも希望を持つことができる。永遠の命を持つために、神様はそこまで儚い私たちを、この世を、この地上の人生を神様は愛されたのであります。そのことを知ると、神様に愛されている、命がけでこんな無駄だ、意味がないと思っているこの地上の人生を神様そこまで大切にしてくださったのかということであるならば、その神様の御手の中で生きる力と希望が、そして永遠の命が与えられて、今日もですね、いろんな方の、心の叫びを少しだけ聞かせていただいたりしているわけなんですけども、もうなんかですね、毎日のように悩んでしまって、死ぬことばかりを考えている人がいたりするんですけども、でもですね、私も二十歳の時にですね、二十歳までの時にまさにそんな人生を生きていましたので、でもですね、神がこんな儚い地上の人生を、私たちを愛してくださっているんだということで、この地上の人生捨てたもんじゃないなということになりまして、そして死ぬを、死に生き急ぐというかですね、死に向かって急ぐということではなくて、生かされている命を精一杯生きていきたいなと思わされております。神様は皆さんを一人一人を愛しておられます。そしてあなたにしかできないこと、そしてあなたでしか届けない人がいらっしゃるからこそ、今生かしておられるかと思います。ぜひそんな神様からのそのミッション、使命を受け取られてですね、そして与えられた人生を豊かに用いて活用していただけたらと思っております。伝道者の書は12章の一節で結論的なことが出てきますが、これはその結論の言葉です。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日、もう何も年ですから、何の楽しみも喜びもありません、夢も希望もありませんという年月が近づく前に、なるべく早く、なるべく若い時にあなたの創造者、あなたのデザイナー、メーカー、クリエイターを覚えよと勧められています。神様がない人生は本当に意味がありません。でも神様がいらっしゃるんだ、私は偶然に生まれてきたわけじゃなくて、神様に望まれて生かされて作られてるんだ、私が望んで生まれてきたわけじゃなくて、神様が私を望んでくださり、存在へと招いてくださったんだ、その存在のルーツを覚えるときにこそ全てに意味が出てきます。見ての中でという歌があるんですけども、これを最後に歌っていきたいと思います。見ての
たまえ、あなたの見てど中で見ての中で夏にはですね、西口の方 の、 ところがですね、なんかいろんなところでショッピングモールみたいな何か素敵なものができるという話もちょっと聞いています。でちょっとずつ杉戸町が、宮代町が豊かになるといいなと、また若者とかに魅力のあるですね町になるといいなと思ったりしております。年配の方々にも優しい町になるといいなと思ったりしております。ということで、今日も見てくださり、お聞きくださり、来てくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福